キチャンネル。じゃ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、一発目から報告があります。報告、はい、はい、これまだ何回もやるシリーズです。ああいう系かな。ああいう系か、うん、報告があります。はい、さつざきですね、うん、また新たに YouTube チャンネルを作りまして、さつざきともやのゲスト部屋っていうね、ああ、はい、はいはい、第1回は森本ひとりゲストに来ていただいて、はい、うん、これはね不定期開催です、はい、コラボとかなんか言われた時に撮りに行くっていう、うんうん、またこのさつざきチャンネルはやること多いんで、はい、ゲスト挟めないんですよ。うん、そう、でも年末すごいゲスト来てましたけどね。そうそう、だからもう、あ、そう、でも本当は、はい、そこあるから仕方なく12月出すやつを1月に回したからね。あ、それありましたね。だから再生回数落ちるっていうね。あ。年内行きたかったけどなみたいな。だからそうね、すごいいろいろ工面しなきゃいけないし、はい、相手となんか出す同日に出さなきゃいけないから、基本的にコラボはね、考えないといけないですよね。そう、同日に出さなきゃいけない時にこっちはこっちでやることあったりしたら、うん、バランス崩れるから、はい、もうそしたら新しく作ろうっていうところで、うん、さつざきともやのゲスト部屋、はい、サードチャンネルになります、はい、そちら皆さんチャンネル登録してない人たくさんいると思うんでね、うん、ぜひ見てください。第2弾、第3弾までもうゲストトーク撮ってます。あ、早い、はい、へー。で、第4弾決まってますもん。へー、すごい、はい、まだそれは撮ってないんですけど。私も登録しますね。はい、まだしないんですか。何やってるんですか。ね、飯食ってる動画出してるわけで出してる場合じゃないんですよ。あ、そう、始めたんだっていうのを聞いたんですけど、まだ登録に至ってなかったですね、はい、ちょっと今あと、箱間さんも報告あるんですか。報告、うん、私何もないですよ。あれ、移籍したんでしょ。あ、事務所の話ですか。はい、あ、事務所に移籍した。ネットニュースめっちゃ出てたよ。私もすごいびっくりしました。インスタで書いた文章が、うん、そう出てて、こたつ記事ね。はい。でもやっぱ見ててくださるんだなってちょっと嬉しかったですよ、うん、あとね、神宮の始球式のやつ投げたやつ、あれ写真がないか、多分あれ使われてたんですよね、写真。ちょっとムチってたね。ムチってた。うん、足がプッ。コメント欄ってあるんですよ、うん、だいたいあれってグッドとかバットを押すところがあるんですけど、うん、最後までこうやって見てたら、うん、最後の下3つぐらいが意外と足太いって、うん、いつもこうね、下半身出してないからね。はい、あとあれですよ、大体私こうワンピース着てるんで、うんうん、バレてない、バレてない。昔からさ、安全型だねとか言われて、安全型でいいのよ。そうそうそう、うん、土台しっかりしてないと。そうですね、お尻好きな人いますもんね、きっとね。いるいるいる、下半身好きな人もいるからね。そうですよね。そう、皆さんも好きでしょ。はい、ということでね、報告でしたけども、はい、今日はですね、はい、選抜甲子園、うん、あれに荒れてる東海地区選抜選考問題です。おー、そうですね、はい、なんか地元、はい、そう、地元が強いね。そうなんです、東海大会1位2位が静岡っていうね、うん、西大三島と聖霊クリストファーが1位、はい、2位になって、はい、で東海地区は2校しか選ばれないのよ、うん、そうなんですよね。そうそう、でもこれはもう仕方ない、うん、四国も2つだからね、うん、でも四国より東海地方の方がまあちょっと人口は多そうですよね。こう、でもそういうのってまあバランス見て決めてはいるんですよね。俺はね、ちょっと話がだいぶそれんだけど、はい、政治のね、うん、あるじゃん、なんていうの、はい、その人口比率との、うん、なんかこう不平等みたいなのがあって、はい、なんで東京がこの人口こんだけいるのにこの枠で、うん、この地区この人数しかいないのにこんだけ枠なんやとかあるじゃん、はい、俺はね、はい、政治は一票の格差とかじゃないと思うのよ、はい、やっぱりね、その県の代表は一人は絶対選んだ方がいいと思うのよ、うん、はい、で参議院は徳島が高知徳島で一つなのよ、はい、で今ちょっと忘れたけど、今もそうなのかもしれないけど、前は高知の人が選ばれてたのよ、うん、徳島の人、はい、思う？高知の人、自分たちの代表やって。ああ、まあやっぱりこう郷土愛とか故郷愛っていうのはみんなあるので。うん、しかも、うん、遠いよ。はい。高知と徳島。そうですね。すごい。なんかここ結構あるね。しかもね、うん、東京みたいに、はい、東京駅からね、八王子、うん、普通に考えたら遠いじゃん。はい、中央線乗ったら1時間で着くんだったらいいよ。はい、うん、徳島から高知、うん、1時間で、うん、県出ないよ。結構かかりますね。めっちゃかかる、まあ、そうか、ないから繋がってもだいぶ乗り換えていかなきゃいけないから。そうですね、だって静岡でもよ、うん、静岡広いからって言って一、はい、人って言って、はい、浜松の人が御殿場の人選ばれて、はい、お腹待ちってなかなか思いにくいやん。
そうですね、静岡と浜松って同じ県なのに、うん、ちょっと自分たちは静岡市だ浜松市だってこう意識やっぱあるんで、うん、それでもまだ静岡県で考えたらまだいいじゃんね。そうです、あ、浜松出身なんだとか思いますよ。でもそれが県が違ったら、うん、うんって思うやん、うん、思います。俺だから俺あの1票の格差というよりも、うん、47都道府県から1人は絶対選んだ方がいいと思うんだよね、うんうん、それはもう格差じゃないじゃん、はい、その県の代表だから、うん、その1票の格差とか、うん、人口が多いとか少ないじゃなくて、うん、やっぱその県の人の代表がなってその県を良くしていくっていうのが、うん、その県とか都道府県の人たちにとったら一番いいことじゃね、うん、そうですね。そういうなのになんか一票の格差で裁判どうだろうこと、いや言ってることわかるけどそういうのちゃうやんっていう、うん、それは春の選抜もあのもう各県代表として1個ずつ選んだ方がいいんじゃないかっていうのが話ですか、うん、でもそれはあの夏と一緒になるから、まあ、そうですね、まあ、選抜は選抜で、うん、多分あのスケジュールが短いんだよ、うん、そうですね。だから全校そんな数大変じゃないですか、たら多分できないし、うん、多分寒さとかもあるから、はい、あの夜とかなかなかきついじゃんね、うん、で春休みの間にっていうところで多分人数、ね、チーム数を絞ろうっていうのも、はい、多分一つの要素だと思うんだけども、うん、でもよ選び方よ。そうです、ね、一番の問題は、うんうん、別に選抜のあり方に問題あるって言った人はいないじゃん、はい、選び方よ。そうですね、そのあれと一緒よ、あのマラソン、はい、マラソンは昔さなんか琵琶湖マラソンとか、はい、昨日大阪マラソンやってたけど、はい、とかあのいろんなマラソン福岡とか、うんうん、いろんなところがあって、うん、でそれの選考の中から、うん、なんか選ぶっつって揉めるやんね。大体その全体の成績を考慮してみたいな感じですよね、うん、でもあれもさ、はい、コースも違えばさ、うん、時期も違うし走ってる人も違うのにタイムなんて分かんないじゃんね。そうですね。でこっちで優勝したのに、うん、こっちの2位の人が出るみたいな、うん、あれもよく分かんなかったけど最近あの東京マラソンの一発勝負とか、はい、でプラス協会が誰か1人とか選ぶのかな、うん、だからその一発勝負ができたから分かりやすかったんだよね、はい、でもその弊害として他の国際マラソンがオリンピック予選じゃなくなったからなくなるっていう弊害もあるんだけど、うんはい、でもそのやっぱり選考がしかも今の時代よ、はい、昔は良かったよ、うん、SNS とか何もないから批判があっても表に出てくること、はい、ほぼない、うん、あの記者とかライターがおかしいと思わない限り世の中に出てくることなかったし、うん、昔はネットニュースもなかったから雑誌とか本とかテレビとかラジオとかで誰かが言わない限り何もないじゃんね、はい、今は指一本でバンバン出てきますからね。で問題になって、はい、ダルビッシュもね、うん、参加してきて、はい、でもそれはおかしいよ、うん、だって静岡県民として、うん2位で出られへんって、うん、もや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 があるやろ。まあまあそりゃそうですね。私としてはまあ静岡県が、うん、両方とも静岡県が出られるのかなってやっぱちょっといいやんね、ちょっと思っちゃいますし、うんうん、まあでも当事者ちょっとこ の, あのストーリー説明しなくて大丈夫ですかね。こういうことがあってみんな知ってますか。もう大体分かってるでしょ。まあそうですね、うん、あの1位と2位が東海大会静岡の県高校だったんですけど、うん1位の日大三島と、うんベスト4 の、うん大垣日大がね大がだからもう、まあ、最初に言っておくと、うん、大垣日大を批判するつもりは全くないの、はい、選ばれた選ばれたで頑張ってほしいけども、うんね、あり方よ、うん、いやそうですよ。だって準優勝した時点で絶対聖、うん、クリストファー自体は、うん、あ準優勝したからほぼ出られるだろうって、うんまあ、期待しちゃいますよね、うん、絶対期待するやん、うん、それはしますよ。それはもう学校関係者全員落胆してたよ、はい、でその、うん、選考理由の、はい、選出校を発表した選考委員はですね、はい、聖霊クリストファーは頭とハートを使う高校生らしい野球で、うん、2回戦準決勝で9回に見事な逆転劇を見据えた、うん、立派な戦いぶりでした、はい、個人の力量に勝る大垣日大か粘り強さの聖霊クリストファーか、うん、賛否が分かれましたが投打に勝る大垣日大を推薦校としますと、うん、特に前評判の高かった静岡高校の吉田投手を打ち崩した連打は見事だったと、うん、まだ2回戦で優勝候補の一角だった愛知1位の共栄高校との戦いぶりはレベルが高く見応えがあったと選考理由を説明と、うん、でチームの特徴として投手陣の安定感があり守りからリズムを作り攻めに入る力を備えた総合力の高いチームですと攻撃力については全員でつなぐ意識が高く軸回転を意識したシャープな振りが特徴な切れ目のない打線と説明と言ってる、うんはい、でも負けてんでしょってなった時によ、はい、そうですね。でこの説明に対して俺の疑問、うんはい、パート1、はいはい、優勝候補筆頭の共栄を倒したんだね、うん、で大垣日大は東海大会1回戦静岡高校に7対2で勝って共栄、はい、高校に3対2で勝ってで準決勝に優勝した日大三島に10対5で負けてる、はい、で聖霊クリストファーは1回戦、三重県、代表の津田学園に勝って、はい、で
中京高校岐阜1位、はい、だ要は大垣日大に勝って岐阜1位になった中京に4対3で勝ってるんだよ、はい、で志学館、うん、愛知県代表に準決勝で9対8で勝って決勝日大三島に6対3で負けてるんだよ、うん、だ決勝で日大三島にボロ負けしてたら、はい、まあそれはまあ、ちょっと組み合わせとかあるのかなって思うけど、いい形で戦ってて、はい、しかもあの大垣日大準決勝で日大三島に結構大差で負けてるから、はい、それも考慮して、あと個人の力量だったらよ、うん、だって野球って総合力じゃないのっていう、そうですねだっていくら強い選手がいたところで負けるときは負けるし、うん、あの目立った選手がいなくても総合力で強いところもあるし、うん、そこってまあ計り知れないですよね。そうでしかもあの静岡高校のね、はい、前評判高い吉田小口崩しって言って、うん、はい、あの聖霊クリストファー、うん、静岡県大会でそこ勝ってるからねそう県大会も入れたらね、はい、だからちょっと矛盾するところがいっぱいあるっていうのと、うんうんうん、その個人の力量だったらよ、うん、はい、去年のパ・リーグでいうと、うん、まあ、クライマックスシリーズ進出校はソフトバンクって言ってる、はい、4位だったけど個人の力量がすごいみたいなロッテはダメ、ロッテはダメだって日本代表一人もいないじゃん個人の力量大したことないよ、チーム全員で頑張って勝っただけで、はい、代表誰もいないから楽天みたいに言われても、はい、うん、え個人の力量に足りないところを総合力でカバーして勝っていくのが団体競技でもあり、それをよ、その団体競技とか個人は劣っててもチームみんなで頑張るとか、それで結果を残していくのをね、推奨したり評価するのが学生じゃないのっていう、そうですね、みんなで戦うからこそ作戦っていうのもあれば、監督の、まあ、監督の力量もありますよ、采配っていうのもあるし、そういうところで勝つから面白い、うん、あのプレーというかスポーツなわけですよ、うん、そう思ったらね、なんか矛盾しかちょっと考えられなくなっちゃうんですね。そうなんで、うん、そのなんか聖霊クリストファーも結構怪我人が出たりしてて、うん、はい、でそれをチーム力でカバーして勝ってきたらしいよ。おだから要は怪我して万全じゃないパターンもあるじゃんね、はい、それを個人の力量、個人の力量で選ばれるんですかみたいな、うん、でよ、あの甲子園で勝つ可能性があるって、はい、失礼な話じゃん。そうですね、そう、なんかネットニュースの一つの中で、うん、勝つ可能性があの大垣日大の方が高いから選んだっていう、いや失礼な話じゃん、うん、ってなった時によ、いや分かんないよ、うん、こう見られても仕方ないんじゃないのかっていう一つの目線としては、はい、東海大会なのに、うん、静岡2校じゃダメでしょみたいな、何かがパワーが働いたって言われても仕方がないよね、はい、まあそうですね、うん、ちょっとこう地域分散しようかっていうのもあったのか、うんうん、でもそのね1位のチームに勝ってきてたよ、うん、でそのさ、なんかあの甲子園に勝つ可能性があるチームを選びましたって言うんだったらよ、はい、もう21世紀枠否定してんのよ、もうちょっと矛盾してんのよ、ちょっと確かに21世紀枠、はい、全部大体全部今までの歴史見たんだけども、はい、結構上まで行ってるとこあるのよ、沖縄代表の、はい、もあるけども、うんうん、ほぼ9割ぐらいもう 1,2 回戦で負けてるのよ、うん、でも21世紀枠っていうのはそのなんかあの、うん、あったのよ、ちょっと待って、あれも選考基準ってありますよね、そうその地域に貢献してるとか、そういうそうなんか県大会なんとか以上とかね、なんかあったのよ、うん、一応条件としては、うん、他校の模範になる、うん、困難条件の克服、予選で良い成績を残しているがなかなか甲子園に出場できないっていうのがあるらしいです、うん、ね、うん、っていうところで、まあ、あるわけじゃんね、うん、そういうルールがね、はい、でもそれでもうやっぱこう結構初出場のところが多いだろう、多いですね、やっぱりね、うん、比較的、うん、でも今回のね、あのこの21世紀枠の発表の時もそうだけども、はい、学校関係者も地域の皆さんもね、みんな喜ぶし、うん、そういったところでなんかこう地方活性化じゃないけども、うん、またこう盛り上がってね、はい、俺はいいことだと思うけども、うん、こういうことが起こるんだったら、うん、もう21世紀枠をあの、の やり方を変えようっていう、うーん、だから要は、はい、正当にもう決めたらいいのよ、うん、もう決勝に進んだチームは絶対出れますって、はい、確実に、はい、で、うん、もしその他で本当は強かったけど苦渋に恵まれなかったとか、うん、あっていうのが出た場合、うん、その21世紀枠をそこに当てればいいんちゃう、うん、あ、そうですね、だ今回も、うん、その
日大三島と聖霊クリストファーは出て、はい、その大垣日大を絶対出したいんだったら21世紀枠って、うんうん、だからもう21世紀枠を最初に言わないで最後に取っといて、で今はなんかあの47都道府県が推薦したチーム、はい、県の高野連が揉んで推薦したチームで47かな、うん、で集まって最後高野連がどこにするかを決めるらしいのね、うん、はい、だから要はそのもう最初からこの47の分の3とか4とか決まってるわけじゃんね、はい、だからもうそれやめて、うん、もう、うん、て全部撤廃して、はい、終わった中で、うん、全部終わって東海大会とかね、はい、関東大会とか、うん、あの四国大会とか全部終わった上 でそれでも決勝まで行きませんでしたと、うん、でもうちの高校のこのチームは本当に力あったけど出れなかったっていうところを推薦して、はい、47都道府県がで最後特別枠でダルビッシュも言ってたけどね、うん、はい、その21世紀枠っていうところの、うん、このカテゴリーを変えてでそれで選んだらいいんじゃない、うんうん、それがまあ一番分かりやすいというか、うんうん、だそれがもう嫌なんだったら、うん、じゃあもう21世紀枠2校を、はい、その特別推薦枠2校にして、うん、はい、その4校でうまくやっていけば、うん、こんな批判多分受けなかったと思うよ。そうですね、その地区代表っていうのはやっぱりその大会があるわけじゃないですか、うんうん、なのでその上位2校とか上位3校とかにした方が、うん、こういうその揉め事は起きないし、うんうん、まあ、見てて分かりやすいですよね、うん、だからもう決勝まで行ったら OK にすればいいのよ、うん、あの仮に大敗あのしたとしてもね、はい、で各こう俺はもうどんどん変えていっちゃうけど、はい、すごいルールを変えた、はい、そしたら決勝緊張感なくなるやんっていう人が絶対出てくるんだよ、はい、でその時には各地区大会優勝チームっていうのは甲子園シード1回戦シードにして戦わなくてもよかったりとか、その1位同士がなかなか戦わないようにシードしてトーナメント分けるんだよ。そっか、その春の選抜も9時でしたっけ？ 9 時だからね、全員。あ、そっかそっか、うん、だからもうその1位チームはシードとして、うん、はい、じゃこう A ブロック、B ブロック、C ブロック、まあ何ブロックあるか分かんないけども、うん、そのブロックにそんなすぐ簡単に当たんないように、うん、シードとして入れて、シードのまず抽選、はい、で、それ以下のチームがその他を抽選するっていう形にして、うんうんうん、その優勝校は選抜のシードが与えられますよっていうと、うん、決勝戦がそんな消化ゲームみたいにならないじゃんね。そうですね、うん、そのトーナメントのいい位置だから、東海地区の1位とじゃあどっかの地区の3位と当たるとか、うん、そうそう、とか1位と2位と3位が勝ったところで当たって、次勝ったとしても1位同士がすぐ当たんないよとか、うんうん、あとあの神宮大会優勝もその枠があるから、はい、その1つ増えたりね、はい、だからそういったところのとかもうまく考えながら1位以降はシードとしてやればいいんちゃうかっていう、うんうん、で2位とかそれ以下の集まった人たちだけで抽選して決めて、うん、でその21世紀枠プラスアルファ、うん、今回の大垣日大みたいにそうやってこの能力高いけど負けちゃったらみたいな、うん、でもそこを推薦してあげたいんやっていうところを47都道府県で決めて出して、最後高野連が選んで、じゃあこのチームをあげましょうみたいな感じでして、はい、いや一番良くない？一番いいと思います、はい、そしたらさ、うん、別に誰も文句ないじゃん。決勝もやっぱり、猿の選抜勝ち上がりたいから、うん、そうそう、なるべくいいところで、いいところにやっぱり1位でシード校入った方が選抜優勝しやすいからっていうプラスアルファもあれば、うん、はい、消化ゲームにならないし、うん、決勝に出たチームは枠が1つだったら仕方ないよ、はい、でも枠が2つだったら決勝に出たチームはもう両方出れるっていうふうにして、はい、でもしね、2校しかなかったも、その準決勝で負けてもこの優勝したチームに当たらなかったらいけないやみたいなね、うんうん、感じとかはもうその都道府県が推薦して、はい、で最後もんで、うん、その新たな21世紀枠っていうのの拡大解釈でやっていけば、はい、これがいいね、うん、そうですね、うん、一番分かりやすいし、そうそう、うん、そしたら今回のような問題も起きないじゃん、はい、起きないですね、絶対的に勝ち上がった人はもう、うん、その下でのはそんなまあ不透明やろうとか、そのなんか根拠示せって言っても、もうそこはさ、うん、もう好みでいいやん選考委員会の、そうそう、だからそれ、うん、プラス、まあ言い方悪いけど、うん、敗者復活みたいなもんじゃん、はい、そこにかかったらラッキーだよね、うん、そう、だって、まあ、その自力で勝ち上がれなかったからプラスアルファみたいなもんだからさ、うんうん、それはもう当たり外れあったとしても、うん、まあ文句言うべきじゃないか、ね、まあ、選ばれたらラッキーと思うぐらいの、そうそうそう、でまた夏頑張ろうだけども、うん、はい、勝ち上がったのに、うん、それだったらよ、うん、最初に言っといてほしいよね、うん、個人の能力に勝らないチームは
優勝しない限り出しませんみたいなね。そうですね。そうしたらなんか選考基準にも個の高いチームは評価されるとか、うん、書かないと何のために準優勝したんだってなっちゃいますね。でもそれよ、うん、学生スポーツでそれいいのっていう。そうですよね。なんか学生スポーツの醍醐味感ないですよね、うん、はみんなで頑張って結果出して、はい、だって子がその子の力量は好みですよねっていう自己回転って何なんですかっていう。そうですね。いや本当にそういう風なルールになると、まあ、明確化されるし、で、うん、そのね、苦渋とかで、うん、ギリギリ勝ち上がれなかったチームも救済する選抜っていうのもあるわけじゃんね、はい、でそういったところは各ね都道府県が、うん、でそれをさそうなってるけどいやそんなの日頃からそうやってるから推薦できないよと、うん、っていうところもあるからその21世紀枠の解釈の中にも該当しなきゃいけないしそのギリギリっていうところもあるからそれをプラス4とか5とか6とか、うん、それはもうお好きなだけ、はい、そうですね、高野連にその敗者復活枠っていうのを決めてもらって、はい、そこでやればよ、はい、こんな問題にもなんないし、うん、で本当だったら出れたのにっていうところも助けてあげられる救済措置があるわけでしょ、うん、そうですね、うん、やっぱり当事者その聖霊クリストファーの皆さんの気持ちとか保護者の方とか、うん、学校関係者の方の思いちょっと考えるとちょっとこう辛いところがありますね、うん、何やねんみたいなね、うん、それはってなんだ、まあ、その気持ちは分かります ね、うん、ね、うん、だそういったところはね、うん、多分今回だけじゃないんだよ、はい、多分他のところもあるんだよきっとあったんで今までもね、うん、あったのよ、うん、それは今回パーってねこの今の時代ね、うん、で出たからいっぱいあるわけよ、うん、これからも多分ねもう毎年出るのよこういうのが一回出たら、はい、警察がいるからね、うん、高校野球警察がこれ問題あるって言ってね、はい、いるから、はい、そうなってくるから、うん、だからいやもうここを機にね、うん、やり方をやっぱ変えてもいいから多分俺のやり方が一番いい、はい、うん、みんななんかそう思うんじゃないかなってちょっとコメント欄にもねどうもか ね、 ね書いてる。それかよもう一つある、はい、あまだあるんですか、うん、2校のところは、はい、ベスト4から、はい、リーグ戦にしろっていう。おーそんなでも時間なくないですか。でも2試合増えるだけだから。あ、2試合4チームだから。あ、そっか、当たってないってことも1回やるってことですね。そうそうそう、うん、だから4チームで、はい、リーグ戦して、うん、そしたら1位に決まるじゃん、はい、で、しかもトーナメントの優位不利なくなるじゃん、うん、で、そしたら2校決めれんじゃない。はい、まあ、そうですね。で、そんでもそのリーグ戦、4チームのリーグ戦で上2校がもう黙って出ればいいじゃんね、うん、まあそうですね。そしたら文句ないでしょ。うん、ないない。まあそれか、はい、今のままやるんだったら、うん、もうその2校とかのところはベスト4からもうリーグ戦よ、うん、はい、リーグ戦まだやりますか。うん、そう、ベスト4からリーグ戦すれば1位にはっきり分かるからね、うん、はい、そしたらもうどこが勝ったか負けたかとか、ね、トーナメントの優勢もなくなるし、まあ、何の文句もないですね、うん、そこまで。でも関東大会とかになるとすっごい多くなるから、はい、なかなかできないからもうベスト4以外は確定で、うん、で、ベスト8の負けたチームで、うん、トーナメントすればいいのよ。で勝ち負けはっきり決めるか、はい、でも俺のやり方で一番いいと思うけどね、一番最初の、うん、それがいいと思いますよ。もうね、うん、上はもう確定して、うん、余ったところ推薦でやって、うん、で1位はシードみたいな、うん、だって大会でね大会で勝ち上がったわけですからね。そう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 、この能力はもともと高かったからって言ってね、銅メダルだった人がやっぱこの人が銀メダルですとかね、うん、ちょっとみたいな。そうですね。オリンピック予選でもよ、はい、カーリングとかでよ、やった優勝したっつって、いやでもこの能力はこの3位のチームの方が高いんでこっちオリンピック出ます、じゃあこの試合なんだったよみたいな、ね、なりますよね。なるからね、うん、はい、まあということでね、うん、まあ、おかげに時代にはね、はい、頑張ってもらって聖霊クリストファーにはね、うん、まあ本当に残念な結果になったけどね、うん、まあもう決まったものは仕方ないんでね、はい、夏ね甲子園出れるように。そうですね、まあ日大三島、はい、優勝してマックスこうぶっ倒してね、うん、出れるようにまたねここから励んで頑張ってもらいたいのと、しずこ負けないぞ。3位だよね、3位だよね。そうそう、あるある、チャンスあるある。でね、あとはもうね、はい、ルールを変えよう、はい、俺の、うん、サツザキアン、はい、ね、公園の皆さんもし見てたら会議にかけてみてください。はい。